プロトン化水素分子 H3 は水素原子核3個と電子2個からなるプラス1の電荷を持った価値音である。生管空間や水素ガスの放電中に多量に存在する。生管空間は密度の比較的大きなところでも地球上に比べて低圧であり他の分子との衝突頻度が少ないことからこのような反応性の高いイオンでもある程度の量が存在することができる。 静管空間ではこの分子が他の多くの分子生成にとって出発分子であり静管空間の科学において最も重要な役割を担っている。また H3 は分子中にある2つの電子が共に値電子であり最も単純な3原子価値音でもある。トムソン H3 は1911年ジョゼフ・ジョン・トムソンによって最初に発見された水素ガス放電中の H でも h にでもない奇妙なイオンは、簡便な質量分析の結果より、その質量と電化の比が、水素比イオンの3倍であると分かった。トムソンは、論文の中でこのイオンの可能性として、H3 と 12C 四を挙げたが、放電ガスが純粋な水素であるほど、イオン信号が強いことから、H3 であると結論付けた。放電管中の生成過程は1925年に、 コグネストランによって示された。実験はトムソンと同様に簡便な質量を分析を用いて行われ、水素ガスの圧力増加に対し H3 が直線的に増加すること、反対に H2 が直線的に減少することが報告された。この実験結果は H2 が初めに発生し、その H2 と H2 から H3 が生成するということを示している。また、 1935年にコールソンは H3 は正三角形構造を持つと理論的に予測した。1961年にマーチンラは H3 生成反応が発熱反応であり、生間空間には水素分子が大量にあることを理由として、このイオンが生間空間中に存在することを予測した。この予測を受けて1973年にワトソンら およびハープストとクレンペラーらの二つのグループから H3 の生成を仮定することによって当時観測されていた他の多くの分子の生成が説明できると示された。トムソンの発見から約70年経た1980年にようやく実験室での H3 の文工学的な観測が岡武氏によって行われた。この観測により H3 が 正三角形構造であることが実験的に確認された。実験室で得られた正確な牛二振動繊維の周波数データをもとに赤外線天文観測が行われた。まず、1989年から1990年代前半にかけて木星、土星、天王星の上層大気からの H3 の赤外線発光が観測された。その後、 1996年に2つの暗黒成分で H3 の赤外線吸収が観測され、ついに星官空間中での H3 の存在が確認された。さらに1998年には、それまで観測が期待されていなかった希薄な星ガがクもシぐ OB にナンバー12においても発見された。分光検出の後、実験室では、 H3 の化学反応についての研究が盛んに行われた。特に H3 と電子の再結合反応について多くの議論がなされた。また、1990年代の後半には H3 の核スピン異性体の比を追うことで化学反応における核スピン保存則の実験的検証がなされた。H3 の構造プロトン化水素分子の分子軌道ダイアグラム振動回転繊維の 実験室での観測より H3 の3つの水素原子は等価であり構造は正三角形である。つまり3つの原子核が2つの電子を共有する共鳴構造をとっている。H3 からのプロトンの乖離エネルギーは4.24.5イブとされている。以上の性質から H3 は3中心に電子結合で分子が安定化するということの恒例と言える。また、 実験結果から求められた回転定数より水素間の結合距離はおよそ0.90と算出される。H3 の実験室での生成過程はホグネストランラが1925年に明らかにしている。水素プラズマ中では放電のポテンシャルエネルギーにより水素分子が異ン化される。次の反応は発熱反応であるので H2 と H2 の反応でプロトンが移動して H3 が生成する。正解空間中では H2 は以下の宇宙船による水素分子の電離により生成する。正管空間に存在する高エネルギーな宇宙船は水素分子の4化エネルギーに比べて非常に大きいため水素の4化に際して宇宙船はほとんど影響を受けない。つまり正管空間中に宇宙船は H2 のを形成する。 放電管の中では H3 は電子との再結合をにより消滅する。または壁など結合エネルギーを放出できるような条件ではのように H5 から続く H3N クラスターを形成して消滅することが知られている。分子雲では H3 和のように他の分子や原子にプロトンを移動することにより消滅する。この反応は 静管空間での他の分子の生成の出発点となることが知られている。主な反応対象としては、静管空間中で2番目に多い分子である一酸化炭素が挙げられる。この反応で生成する箱は大きな双極子モーメントを持ち、しかも静管空間での存在量も多いので、電波望遠鏡によって容易に観測され、電波天文学における重要な分子である。また、 酸素原子にプロトンを付加させ、生じた方が水素分子から水素原子を引き抜く過程を経て水が生成する。低密度分子雲での H3 の消滅は炭素原子の光音化によって生じる原子との再結合反応である。1997年に低密度雲で H3 が観測されると、この再結合反応が低密度分子雲での H3。 の存在量を決定づけることから、天文観測者からも、この反応の正しい反応速度が求められるようになった。しかしながら、H3 と電子との再結合反応の反応速度について1970年代から測定されていた実験値は、測定方法の違いによって17から1011、立方センチメートル S-1 まで4桁の違いがあったため、研究者の間で、 論争の的になった。2000年代後半まで議論は混迷し、謎、パズル、物語などの語が論文や会合で用いられた。基準となる値として、コンピューターでの非経験的分子起動法によるものがあり、2003年に国林とグリーンによってヤーンテラー効果による補正を取り入れた計算結果が発表されると、 それによる値18立方センチメートル S マイナス1が最も正確な理論値として参照されるようになった。1990年代以降に発展したビーム蓄積リング法による実験値はばらつきも少なく理論値とよく一致するとされ、岡は2006年の時点で最も信頼できる実験値として、マッコールラによる2004年の2.67。 立方センチメートル S-1 を上げている。アフターグロー法による実験値と理論値との違いは、誤差ではなく採血合反応の機構によるもの、すなわち H3 分子の振動状態や HE の共存による影響によるものとして補正が考案され、解釈されている。2010年には論争にはほぼ決着がつき、今後は細部の正確化が望まれる。 とする創設が発表された。オルト H3 とパラ H2 の衝突による反応 H3 の構造は正三角形なので3つの水素原子は等価な位置にある。水素原子核は各スピン12を持ち3つが等価な位置にあるために H3 は各スピン2生体を持つ。3つの水素原子核の各スピンの対称性により 総核スピン数が12と32という違う値となり、これによりオルト H3 とパラ H3 という2種類の核スピン異性体が存在する。1997年にウイラが行った水素の放電実験において、放電ガスとして普通の水素ガスを放電した時と、パラ水素を濃縮した水素ガスを放電した時で、放電によって生成させる。 H3 のオルトとパラの比が違うことが発見された。これは H3 が生成するときの反応において生成物である H3 のオルトとパラの生成比が違うことを意味する。また、実験結果からそれらの分岐比は核スピンの対称性を保存するようになっていることが示された。さらに、このオルトとパラの比の放電開始直後の時間変化を追った場合、生成後も オルトとパラの間で変換が起こっていることが発見された。このことは、という反応前後で分子の数としては変化のない反応でも、プロトンをやり取りすることにより、オルトとパラが変化する反応が起こっていることを示している。このように、核スピンの対称性が化学反応の前後で保存されるとする理論は、クワックにより1977年に提案されたが、 この H3 の実験により、初めて実験的に検証されたことになる。H3 の分光学的検出は、非常に難しい。正三角形構造のために、永久双極視モーメントがなく、巡回点繊維を観測することはできない。一方、紫外線はエネルギーが高すぎるために、H3 を壊してしまう。このため電子繊維も観測することはできない。 振動回転繊維を観測することにより H3 を分光学的に検出することができる。これは H3 の振動モードの一つである、乳2が赤外活性であるためである。1980年のオカらの最初の分光学的検出から2001年までに17の研究グループが様々な方法によって合計895の吸収線を観測している。 観測可能な数は3万を超えると予測されている。発光線については、木星の大気からの発光スペクトルに H2 の発光スペクトルとしては説明できない発光線として H3 の発光線が観測される。H3 は天文学において大きく分けると、木星型惑星と星間雲という2種類の環境において観測されている。 木星型惑星においては、惑星の電離層において検出された。電離層では太陽からの高エネルギーな放射線が届いており、また木星型惑星は大気中に多くの水素を含んでいる。このような状態で水素がイオン化されるために多量の H3 が生成する。また太陽の放射はさらに H3 を規定状態より、 エネルギーの高い状態に押し上げるために、その高い状態からの誘導及び自然発光として H3 が観測される。H3 の最初の検出は1989年にドロサールラによって木製の電離層からの放射として報告された。ドロサールラは23本の H3 の発光線を観測し、そこから H3 の柱密度が1.3919で、 あると算出した。また、これらの発光線の観測から決定された温度は約 1100K であった。算出されたこの温度は他の分子の発光線から同様の方法で決定された温度と同程度である。1993年に H3 はゲベールらにより土星でトラフトンらによって天皇星でも観測されている。ゲベールと丘は1996年に H3 が2つの暗黒星雲で検出されたと報告している。これが、星間雲で H3 が検出されたとする初めての報告である。いずれの天体でも H3 はおよそ 35K の温度 1014cm-2 の柱密度で存在する。その後、H3 は他の分子雲でも検出された。例えば、アフグル2136。 モナアールに IRS3、GCS3 からに GCIRS3、LK1α101 で検出されている。H3 は1998年にマッコールらによって、希薄な分子雲シグ OB にナンバー、no. 12でも検出された。1998年以前の予測では希薄な分子雲では、 H2 の密度が低すぎるために観測可能な量の H3 は生成しないと考えられていた。マッコールはおよそ 27K の温度 1014cm-2 の柱密度で検出した。それ以後、H3 はその他の希薄な分子雲でも見つかっている。例えば GCS3 から 2GCIRS3 ゼータパーセである。これらの結果から、 希薄な分子雲では高密度雲よりも宇宙船によるイオン化が早いことが示唆されている。GCS3 から2について2005年までにさらに詳細なデータが集められ、銀河系の中心にある半径200%パーセク程度の中心分子域で多量の純安定状態の H3 が他の状態の H3 や CO と共に観測されたこと、その領域にある純安定状態 H3 は 約 250K という高温であることが報告された。これは高密度の分子雲や他の冷たい H3 の存在する領域では見られないものである。高路上を仮定することで、静観雲での H3 の柱密度について、他は定常状態モデルを使って予測値を算出している。高密度雲、低密度雲両方で、生成過程は同一と考えられている。一方、 消滅過程はそれぞれの雲で違うと考えられている。高密度雲での消滅過程は一酸化炭素へのプロトン移動によるものである。この気候から考えられる定常状態での H3 の密度はおよそ 14cm マイナス3である。希薄な分子雲では電子との乖離的中和反応である。この気候から考えられる定常状態での H3 の密度は およそ 16cm マイナス3である。希薄な分子雲は高密度の分子雲より大きく、高路長がおよそ100倍大きいと考えられるので、観測される柱密度はほぼ同程度であると予測される。従って H3 は雲の大きさを測るプローブになり得る。ありがとうございます。